立石駅は、大分県貴月市山賀町大技立石屋座をつまるに、ある、九州旅客鉄道日本本線の駅である。当駅から隣の中、山賀駅までは単線であるが、この駅間のうち、立石川半分は複線化に向けた用地を確保済みである。西屋敷駅から分かれた上下線の合流地点に存在する。地形と、 駅構内の線形の関係で上下のホームの位置がやや離れている。駅前には比較的大きな集落があることに加え、駅の西側には蒸気機関車の前世紀、難所と言われた立石峠があり、補助機関車の連結、解放を行っていたため、列車運行上重要な駅とされていた。そのため、準急列車が停車し、島式ホーム2面4線の大きな設備を有していたが、 現在では2線が撤去され、相対式ホーム2面2線の地上駅となっている。現在の駅舎は1965年に建てられた鉄骨コンクリート作りのもので、駅構内には地元の保育園、小学校の児童によって作られた作品がたくさん飾られている。待合室も設置されているが、窓枠を残すのみで窓がはめられていない剥き出しのままである。駅長室や改札口は、 整備されているものの、現在では駅員を常駐しておらず、無人駅となっている。そのため、切符は自動券売機で購入する。駅前広場も大きめに作られており、駅舎横には木製のテーブルと椅子を設置した休憩スペースが設けられているほか、乗務員、詰所跡が残っている。現在は駅員に代わり、地元の有志によって駅を清掃する活動も行われているほか、 駅ノートが設置されている。IC カード守護課は、出入場のみ対応し、当駅でチャージや購入はできない。1965年度には、乗車人員が16万1386人、降車人員が16万2434人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車人員は1万3724人、 校舎人員は13,455人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。駅前には、立社区駅前商店街が形成され、立石町という独立した自治体であったが、1955年に合併して、山賀町の一部となった。駅の裏手を、 国道10号が通っている。九州旅客鉄道日報本線西屋敷駅、立尺駅、中山香織駅。ありがとうございます。